26日でパリ五輪開幕まで半年。金メダルが期待されるサーフィンの東京五輪男子銀メダリストで、パリ五輪出場権を獲得している五十嵐カノア、26、イコール木下グループイコールがこのほど、デイリースポーツの取材に応じた。2023年9月に米国の名門、ハーバード大の大学院に進学し、経営学を学んでいるエースが熱い思いを告白。夢舞台への思いを明かした。パリ五輪1年前のハーバード大大学院進学。異例の挑戦を決めた五十嵐は、すごく難しいチャレンジだと自分でも知っている、と笑って明かした。理由は、子供の頃からビジネスにすごく興味があった、とシンプルだった。幼少期からスポンサーがつき、経営を身近に感じてきた。ミドルスクールを飛び級するなど優秀だったが、ハイスクール卒業後は競技が多忙になり、学校からは離れていた。時間は有限だからこそ、時間を使うのならトップのところで勉強したい、と超名門の門を叩いた。五輪前年の挑戦に、こんな時になんでいきなりハーバード、と問われれば、時間も努力も必要な、そのチャレンジが自分はすごく好き、と胸を張って答える。あえて自分を追い込んだことで、中途半端ではなく 100% でいられる、と競技との両立もできている。もちろん、サーフィンも手は抜かない。22年ワールドゲームズ、WG 世界選手権相当、で初優勝。23年大会は4位で、日本男子のパリ五輪切符第1号になった。プロ最高峰チャンピオンシップツアー、CT、の昨季年間ランクは14位で、日本のパリ五輪出場枠を3に増やすなどエースの貫禄が漂う。サーファーとしての夢は、五輪金メダルや世界チャンピオンはもちろん、ロールモデル、規範となる人、だ。同じロサンゼルスを拠点とする大リーグの大谷翔平らトップアスリートに、自分もいい成績を出したい、と刺激を受ける毎日。五輪メダリストになっても、まだまだ、と謙遜する。24年の目標は、オリンピックで金メダルを取る。WG、2月23日開幕、プエルトリコ、は、ウォームアップ、と位置づけ、パリへの弾みにする。いつかサーファーだけでなく、アスリートのトップになりたい。同じ波が二度と来ないように、人生も一度きり。文武両道の26歳が悲願の金メダルへ突き進む。五十嵐カノア、五十嵐、カノア、1997年10月1日、米カリフォルニア州サンタモニカ出身。両親は日本人、3歳で米ハワイの波に乗り、世界的に有名なハンティントンビーチで腕を磨く。16年にカラット初参戦。19年5月の第3戦コロナバリプロテクテッド、インドネシア、でカラット初制覇。東京五輪で銀メダルを獲得した。180センチ、78キロ。サーフィンのパリ五輪への道出場枠は男女各24で、国の最大出場枠は男女各3。日本は男子が五十嵐、稲葉レオ、女子は松田氏の、時をインカラミ、が個人での出場権を獲得し、WG に出場すると確定する。出場権を得ている男子団体はコナーが事実上の内定となっている。女子は五輪最終予選を兼ねた WG で同代表の前田香都築安室、木下グループが上位7人、すでに出場権を得ている選手は除く、2いれば獲得できる。共に7位以内に入った場合は上位者が得る。女子の3枠目は日本女子が WG で団体を制し、団体出場枠を得た場合に獲得できる。パリ五輪のサーフィン競技7月27から30日に南太平洋の島、フランス領ポリネシアのタヒチで開催される。会場の超プーは世界有数の荒波で知られ、約7メートルの波が現れることもある。